はい、どうも、チューバーチャンネル TV、ファミアンです。今回も、トロイム層、続き、やっていきたいと思います。錠剤、ペンテシレイヤ、トロイ。ペンテシレイヤは、姉殺しの罪で、自らを責め続けた。トロイに加勢する見返りに、魂の浄化を望んだ女王は、プリアモンス王と共に、アルテミス神殿を目指す。戦闘開始。長らげた血の鮮やかな色合いはすぐに大地を汚す黒ずんだシミへと変わる。すっかり黒ずんでしまったトロイの大地は、これから起こる邪悪な出来事の前触れのようだった。神々は人間に興味があると信じるプリアモスにとってそれは必要なことだった。長きにわたる戦争は神々が気まぐれですぐに流れを変えてしまう。神々が救済を当てにできなくなった王は、新たな援軍を求めてアイネイアスを送り出した。アイネイアスはアマゾネス軍の援軍をたやすく取り付けることができた。姉殺しの罪の意識に取り憑かれていた女王ペンテシレイヤが死を望んでいたからだ。女王は戦場でのみアマゾネスとして名誉ある死を遂げられると信じていた。同情したアイネイアスはプリアモスの下で魂を浄化する儀式を受けるように進めた。ヘクトルがパトロクロスを破り、その首から血に染まった兜を外した日、プリアモスはアマゾネス軍を出迎え、ペンテシレイヤが望む魂の浄化を許した。彼らは浄化の儀式を行うためアポロンとアルテミスの大神殿を目指した。気をつけて進めよ。神殿はそう遠くないが、この先は敵が多い。わしは戦うには年を取りすぎた。少し離れてついていこう。お任せください、プリアモス。プリアモスを神殿まで護衛。敵兵の撃破300人以上。キャプテン、33人撃破。さあ、いい感じだ。敵兵がいるのか。まあ行くだけ行くか。これじゃ。ヒューリー。
か待ち構えてんのがいるよ。はい、気をつけろ、 気をつけろ。おい、背中か。帰り返してる。おい、逃げろ。逃げちゃう。おうよ。みんな戦う気ないよ。作戦なのか。いや、そんなことはないと意外と分かれてんだよな、道が。カバンドゥyou
257人ですか。陣地を失ったギリシャ軍は混乱するはずだ。全然当てられない。やばいけど。
衛兵を倒さねば神殿には入れない。また敵か。敵？私が食い止める。アイネイアスは神殿の中へ。戦場で死ぬことだけがアマゾネスの生き方だと。さあ、サブミッションは成功。もうだいぶ稼いだな。オッケーですね。チャプター選択で錠剤が選択可能になりました。新しいアイテムが購入可能になりました。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カビアンでした。バイバイ。